はい、皆さんこんにちは。バケネコシーナです。いつもビデオご視聴ありがとうございます。今日の気軽ペントークではこのペン紹介したいと思います。これはアメリカのペンですけど、アメリカニュージャージー州のエスターブルックって言います。で、これはヴィンテージ版かな。エスターブルック J もしくはエスターブルック SJかもしれないんですけど、ここではなんか穴が開いてるから、おそらくペンのインクがここで汚しちゃったんだけど、私前もエスターブルックのノスタルジャーシリーズっていうペン紹介しましたけど、前紹介したエスターブルックノスタルジャーのペンはこのエスターブルック J シリーズほど人気じゃないらしいんです。これはなんか本物っぽく認められていますので、これはプレゼントでした。で、ニブは実はエスターブルックのニブじゃなくてイギリスのオスモロイドっていうニブが入っております。そのニブはこのペンをくれた方は左利き用のニブを入れて、ですからこの入っていたエスターブルックのニブ外して、イギリスのオスモロイドニブを入れました。で、これはインクの入れ直し方はレバーフィラーって言います。私初めてレバーフィラー見ました。日本のペンでもレバーフィラーシステムの万年筆はありますか？昔のペンでも現在のペンでもどうかしら。そしたらこれで終わらせていただきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また今度ねー。